皆さん、こんにちは。かみちゃんことひろみでございます。はい、お久しぶりでございます。ちょっと寂しいので、この子、一緒にいますが、皆さんお元気ですかはーい、私はね、元気にしています。はーい。えっ、ー、とですね、ちょっと今日はお知らせということで、お久しぶりなのですが、動画を撮っています。はい。えっ、ー、とですね、うん。 ごうんとうーんちょっとね私の中で決意したことがあってなんかうーんちょっとそれをするのも結構勇気がい,いることで決断するのもどうしようかなってなかなか決められなかったんですけどでもやっぱりなんか自分の中でけじめとして。 ちゃんと皆さんにご報告しようと思いまして、えー、はい、今日、今、えっ、ー、と、動画を撮ろうと思いました。えー、今日をもちまして、このかみチャンネルを、もう、うん、の更新をもうやめたいと思います。はい。まあ、ね二2015年ぐらいから、 初めて。うん。なんかいろんなことをまあ、youtube でしてきたんですよね。私まあ、最初はね。本当に娘とか息子とか子供たちが好きな。なんか商品紹介をなんかしてしたいな。とか。あと、私が手作りのものをなんか載せていきたいなみたいな感じでずっとやってきたんですけど、うん？なんかだんだんと。 また自分のやりたい方向性っていうのが分からなくなってしまってなんかいろんなうーん動画を本当にいろいろ上げてきてでは実際このかみちゃんともちょっと卒業しないとダメなのかなってずっと思ってたんですよねで,でももしかしたらえっとなんだろうまたやる気になるというか。 こううしてみようっていうのが出てきたら私の中でかみちゃんのチャンネルで何か動画を上げることができるかもしれないと思って、まあ、一応ちょっとお休みというかちょっと一時期動画を上げてなかったんですけどうーんなんかえっ、ー、とまあ一旦お休みしようぐらいの感じで更新をしてなかったんですけどうんでもやっぱり、えー、ちょっと。 新たな気持ちでやってみようっていうことが出てきてで今はそちらの新しいチャンネルの方で私は今動画を投稿していますはいまあその動画もちょっと今ちょっとバタバタしちゃっててなかなか投稿がこうコンスタンスにできてはいないんですけどちょっとそちらのどうあと新しいチャンネルで頑張っていこうと思ってこちらのかみちゃんのチャンネルはえっ、ー、ともう一旦 卒業という形にしたいと思います。うん、動画はね。今まで上げてるものはずっと残ってはいくんですけど、多分この後更新したりっていうのはないということですね。はい。あー、なんかね。これを言っちゃうと何かね。今までなんかこう。私の動画を楽しみにしてくださってる方とかチャンネル登録してくださってる方とかを。 裏切っちゃうんじゃないかなとかなんかまあ寂しさもあり <laughs> なんかうんなんか自分ではなかなかこうピタッとねかみちゃんずっとね、うん、楽しいこともあったし <laughs> 何かこう卒業ってなるとちょっと辛いなとかあるんだけどうんまあでも。 私の中でのね、けびチームとして、そして皆様にもちゃんとあのお伝えしたいなと思ったので、はい、ということで、えっ、ー、と、神チャンネル、今日うもちまして、卒業します。長い間、応援してくださって、本当にありがとうございました。 本当にありがとうございましたもうたくさんの方にねコメントしていただいたり見ていただいたりしてもう私もすごくね励みになったり楽しかったしうんすごいなんだろうな、ねうん、YouTube 教えてよかったなーって思って、うん、でも何か本当にこのままでいいかなーっていうなんか革新的なものが自分で見つけられなかった。 今までなんですがここ最近をこの道でちょっとやってみたいなっていうことが出てきてでまあそれで YouTube をまたちょっと続けようって思いましたそのチャンネルは「えー、ひろみそら色カードリーディング」といってまあ占いとか、まあ、そういうカードリーディングの動画を上げています。うん、全くねこう神ちゃんととはガラッと 変わったようなことをしてるんですけどうーんで、えー、ともし、まあ、興味があるというか、まあ、悩みがあるよとか何 <laughs> かこうどうしたらいいんだろうかって迷った時にふとこう私のねそのチャンネルを見てくださるともしかしたらその,あの方にとって なんか必要なメッセージをねおろせれたらなぁと思って私もやってるのでなんか見てくださった方の力になれたらなと思いますは,ーいはい概要欄の方にリンク貼ってるのでもしよかったら見てみてくださいあーなんか寂しいな <laughs> でもうんまあねみんなね あれですよね、入学したら卒業してさ出会いもあれば別れもあるしねきっと何かそういうねことも経験しなさいよっていうことなんだろうなって私も思いますはいお修士ですはいなのでごめんねもうほやつ。えっ、ー、と皆さんもね本当に長い間ありがとうございました体にね気をつけて本当にこれからね寒くなって ね、本当に心配なこともあるかもしれないんだけど、うん、あの大丈夫大丈夫だと思ってね、うん、あの楽しく過ごしていってください。はい、はいでは本当にありがとうございました。またどこか 新しいもしチャンネル見てくださるのであればそちらの方でもお会いできますしね。うーんよろしくお願いします。では、バイバイまたねありがとうございました。ありがとう。